ハグザーライフ命を抱きしめようの時間です。2016年12月13日火曜日、今日も朝9時からの放送とお昼の2時から夜の8時からと3回の放送をお届けしていきます。ハグザーライフ命を抱きしめよう。お相手は北海道札幌出身、この12月末に札幌に帰ってまいります。半年ぶりかなと思っているところなんですけれども、お相手はあゆらやよいです。ハグザーライフ命を抱きしめよう。高齢になっても体と向き合う病気の時にも、そして障害を持っても安心して暮らせる街づくりを目指して、介護、医療、福祉の情報をお届けする番組です。やり残したこと、皆さんいくつ箇条書きになさいましたか？今年ももう間もなく去っていきます。私の干支でありました猿年が去り、そして鳥年がやってまいります。実は札幌出身の私、父はもう亡くなりましたが、4人で暮らしていた時、家族の私以外の3人が鳥年でとても寂しい思いをしたことを思い出します。父も母も昭和8年生まれの鳥年、そして妹が年子で生まれましたのでね、猿鳥ということで鳥年であります。3人鳥で1人が猿と父に冷やかされた、そんなことも思い出しますね。父の会社の方たちがいらっしゃった時とか、親戚が集まった時など、そんな話が随分話題に上ってたような記憶が蘇ってまいりました。さあ、猿年の皆様、残りわずかとなりましたね。最後まで元気にいきましょう。やり残したこと、私は、6つほど挙げてみました。大山に登りたい。いつもバスに乗った時にね、カナチューバスに乗った時に、このポスター、大山に行こうというポスターがあって貼ってあってですね、ぜひともぜひともお豆腐、そして駒の、有名な大山に登ろうと。大山道がね、戸塚の不動坂のそばに、昔の方はここから登ったんだなという、そんな跡も見つけることもできました。2つ目、まだ出していないアンケートの返信です。書類の山を探ってみますとね、ありましたありました、あの人に送ろうと思っていた返事なども、皆さんのテーブルの上にもあるのかもしれませんね。そして3つ目は、これはね、ぜひとも夫と実は行きたいんですが、忙しい夫が無理な場合には私一人で行こうかなと思っている、夫の仕事関係の方がだいぶ前になるのですが亡くなられて、その奥様からいつもいつもお元気だった頃に素敵なプレゼントが届いたんですね。ある時はお庭のみかんだったり、心のこもったお手紙と一緒に届けられて、私もそれに対していつもありがとうございますのお返事をですね、こちらの状況を書きながら、時には何かちょっとした絵も書きながらですね、どんなに美味しかったか、そのみかんがということもたっぷりのコメントとともに送っていたものですから、ぜひともこのつながり終わらせたくなく、お参りに行ってこようと思っているところです。これも随分保留の箱に入れたままとなっています。そしてそして、会いたい人がね、いましてね、これは FM 戸塚の
タイムテーブル。10月からの新しいタイムテーブルをお持ちの皆様、13ページ14ページを開いていただきますとね、トヨタカローラ神奈川は創立55周年ということで、大きな写真が写ってらっしゃるんですね。社員さんのとても素敵な笑顔で、がっちりしたこの体格、クマさんってなんかお呼びしてしまいそうな、そしてとっても温かい優しいその表情、たくましい手のひら、ああお会いしたいというふうに思ったこの方、地域の皆様に愛されて、この辺のフレーズは我が FM 戸塚と同じだというふうに思います。会いに行きたいなとね、一目見た時に思ったんです。 FM 戸塚を応援してくださるということもありましてね、お会いしに行こうとその途端に思ったんですが、まだ実現することができていません。これも保留の箱、やり残したことの一つです。それから万代食堂さんにもう一度行ってお礼を言いたいということ、赤石橋のそばにあります、これは神奈川日産ルート1東戸塚店の皆様もよく利用していらっしゃる、まあ、そんなご縁で知ることができました。万代食堂さんのおかみさんに、今年もお世話になりましたとお礼をお伝えしたく伺おうと思います。そこでたくさんの FM 戸塚を聞いているよと、これからも聞くよという方たちとお話がつながった場所でもあります。そして6つ目、岳温泉、福島県の岳温泉に、八ヶ岳の岳です、行ってみたいと思います。福島を応援するために小野町にも訪れたいと思っています。これはね、少し時間が、朝出発してもね、日帰りは難しいかな、どうかなと今調べているところなんですけれども、これもぜひとも実現したいことの一つであります。その他にも今日の番組の中でまた思い出しましたらお届けしていきますね。7番目から、あなたのやり残したこと、ぜひとも教えてください。今年中にできなくても、このように箇条書きにすることで、メモをすることで、来年にまたがって実現させていくことができるはずです。今日のハグザライフ、命を抱きしめよう。年が押し迫ってまいりました。やり残したこと。来週もまたやり残したことの2をお届けしていこうと思っています。それではハグザライフ、命を抱きしめよう。今日も応援してくださる皆様をご紹介してスタートいたします。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ脇平安薬局、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上4社の提供でお送りいたします。いつもお世話になっている4社の皆様との忘年会はやり残しません。まもなく実現させていきます。忘年会、皆様と共にお礼を述べ、来年のまた皆様で抱負も語りながら、ハグザライフ、命を抱きしめよう、2017年も張り切ってお届けしてまいります。それでは長くなりましたオープニング、今日もハグザライフ、命を抱きしめようスタートいたします。それでは今日の1曲目、ラジオネームよいジャイアンさんのリクエスト曲です。そしてよいジャイアンさんのメッセージはまた後ほどお便りコーナーでお届けしますが、一部分をここでお伝えしてきますね。ハグザライフ、命を抱きしめよう、灯台のような弥生さんへといただいています。ありがとうございます。
弥生さんの今年やり残したことを教えてくださいというメッセージも添えられていまして、私の番組今日冒頭で長いオープニングでお伝えしました。今のところ6つこの後も出てくるかもしれませんが、そして来週に持ち越すかもしれませんけれどもね、良いジャイアンさんとも出会っていますが、私は直接お会いしたことがない。これも今年のやり残したこと、でも今年中でなくてもいいです。いつか良いジャイアンさんにお会いしてハグをしたいなぁと思っているところです。リクエスト曲、竹内まりや命の歌お届けしていきます。作詞みやび、このみやびは竹内まりやのペンネームです。作曲村松高次、命の歌。竹内まりやのライナーノーツにこのように書かれてあります。朝ドラだんだんの劇中歌として2009年にマナカナちゃんが歌った楽曲です。音楽担当だった村松さんの美しいメロディーに、私がみやびというペンネームで作詞したものです。このセルフカバーはドラマ開拓者たちの主題歌にもなりました。ささやかすぎる日々の中にかけがえのない喜びがあるという歌詞は私の人生観そのものです。何気ない日々と愛しい人々へのありがとうの思い、本当に大事なものはきっとそこにあるのだと思います。すべての人への感謝とともにこの歌を。命の歌、歌竹内まりやです。12月13日火曜日、ハグザライフ命を抱きしめようをお届けしています。それでは今日のメインコーナー、竹内まりやの命の歌の歌詞の中にもありましたが、この星の片隅で巡り合えた奇跡はどんな宝石よりも大切な宝物、また出会うことができました素敵な愛の方たち、愛の空間、愛の香り。今日のメインコーナーは東戸塚地域活動ホーム光の冬フェスで出会った方々とのこと、そしてもう一つの愛の空間、神谷部ケアプラザのイージーカフェのことお届けしていきます。さあ、まずは東戸塚地域活動ホーム光で行われました冬フェス、これは来週も続けてお届けします。この司会を毎年仰せつかって、本当に私も嬉しい幸せなひとときなんです。食堂の会場を使って行われるステージ、ぴっかりライブハウスと名付けてありますけれどもね、まあ、ここではみんなで一緒に歌って踊ってということでね、バタン9ですね、うちに帰った途端に。本当にそのぐらいに、でもたくさんの方と出会って踊れて幸せな時間だったんですが、東戸塚地域活動ホーム光は在宅の障害児、そして障害を持つ方およびその家族の皆様の地域生活を支援する拠点となっているんです。ぴっかりライブハウス、ステージのことはまたね、来週お届けしていきます。たくさんの皆様と出会いました。6人の懐かしい方、去年もお会いしましたねというお声をかけさせていただいた方、そして新しく2人の方とも出会って、お名前しっかりとメモしておきましたよ、また来年会いたいなというそのことを次回お届けしていきますが、今週は
東戸塚地域活動も光入りましてすぐね、その、玄関で行われていますティーズクラフトさんのさまざまな展示販売、そして駄菓子屋信濃の駄菓子販売、喫茶営業などその空間のこと、地域交流室、そしてロビーで行われたこの愛の空間をご紹介していくことにいたしますね。ティーズクラフトは光さん、そして下郷さん、アトリエ窓さん、そして旧メンバーズの皆さん、さらに今回はハーベストの方たちが新鮮な野菜、無農薬の野菜をまるでですね、本当に一生懸命運んでくださってたんです。デイバッグにお芋を入れてね、無農薬のお芋、あの芋もありました。運んでくださったお一人の方で、どのぐらいあるんですかって言ったら6キロか7キロぐらいですねっていうふうに、その利用者の方が運んでいらっしゃってました。私もサラダわさび菜だったかな、ちょっとピリッとするねこのサラダ菜を買い求めてね、早速サラダにして食べましたよ。美味しかったです。一生懸命利用者の方が作られて、そしてそれが販売という形、製品となるまでの間にはそれぞれの施設のスタッフさんのね、努力がそこにプラスされているんだと思いました。ここにも愛がある、本当にその一つ一つを見るたびに、手に取るたびに愛を感じます。愛の空間、愛に飢えている人たちはここに来るといいなって本当に思うほどであります。私は、フェルト、やっぱり冬はね、フェルトが本当にもう触るだけであったかくなりますけれども、このフェルトの、ゴムがついた髪止め、ヘアゴムですかね、羊毛フェルトのヘアゴムというタイトルで展示されていましたけれどもね、私は短いショートヘアなので、この髪ヘアゴムをですね、腕にブレスレットのようにしてつけながら、大好きなそのフェルトの柄が、そしてその刺繍があったものですからね、ずっと司会をする間、皆さんにこれ、フロアで売っていますよというふうにね、ご紹介しながらお届けしたわけです。これも大好きな色でありました。それから駄菓子屋信濃さんはもういつものように10円から始まってね、利用者の方たちがお財布の中から一生懸命お金を出して買い物する、いつもの光景が見受けられました。喫茶のコーナーはコーヒー、そして今年もミネストローネ100円でね、あったかいスープを飲むことができました。パン工房、光のパン工房はとっても有名なんですけれどもね、出る夢と書いてデンと言います。ちょっとだけパンの種類上げてみますね、早口言葉のように。オニオンロール、コーンロール、メロンパン、コロッケパン、プチプチチーズ、かぼちゃあんパン、メロンパンはさっき言っちゃったかな、三色パン、モスラー、グローブ、焼き芋パン、ベニヤ妻パン、カマンベール、カレーパン、こんなにね、たくさんの、もっともっとありましたね、そのパンを販売していました。たくさん売れていたようですよ。本当にあったかい空間の冬フェスの地域交流室および玄関入ってすぐのロビーの様子、今日はご紹介させていただきました。次回はまた食堂で行われましたぴっかりライブハウス、シャープゼロの皆さん、中澤記念ノバ吹奏楽団の皆さん、そしてシンガーソングライター森圭一郎さんのコンサートについてお伝えしていきます。愛の空間というのが今日のメインコーナーのテーマであります。もう一つの愛の空間は月曜日に訪れました。イージーカフェ、みんなのカフェ、イージーカフェ、
神谷部地域ケアプラザで行われています。毎月第1月曜日、みんなのカフェ、イージーカフェにお邪魔してきました。これはおじさんボランティア助っ人隊の皆様から聞かせていただき、そしてもちろん広報などでも知ってはいたんですが、その2つが重なった時にやっぱり行こうって思ってね、お邪魔した次第です。今回は録音機を持って伺うという正式な取材ではなかったので、私の言葉でイージーカフェをお届けしていきます。親子連れ、ご高齢者、誰でもみんながくつろげる場所を提供しますというコンセプトで、おじさまグループイージーがこれいいですよね。ひらがなで書くんです。イージージージーではないですおじさまグループイージー、まあ、このイージーにみんなどうぞ気軽にって、そんな感じも込められているんですね。こだわり、コーヒー豆で入れる美味しいコーヒーでほっとリラックスしませんかというキャッチフレーズ、入った途端にいい香りが、1杯100円で受付でしっかりと受付をするとですね、領収書を作りますのでお名前はって聞かれるんです。ここも素敵です。私が相浦弥生であるということを名乗り、私の名前を呼んでいただきながら領収書に名前を書いていただき、100円の領収書、これをいただきます。一人と一人の出会いがある、それをもう受付から感じさせてくださいました。心がちょっと寂しかった方が、また体がちょっと辛い方がいらっしゃって、もちろん座ってからいろんな方たちがどんどん話しかけるということもなく、とっても自然にイージーにこのカフェは運営されている、そんな感じがしました。でもあなたが来てくれたことありがとうございますという、そんな思いがこの領収書に上様ではなく相浦様と書いてくださる、ここがポイントだと私は感じました。みんなのカフェ、イージーカフェはもう年間予定が決まっています。毎月第1月曜日、1月はお休みということですから、あ、また次は来月はいけないけど再来月行こうというふうにね思う、これも素敵です。みんなで一緒に何かをするというコミュニティカフェとまたちょっと違う、自分一人でゆっくりコーヒーを飲みながら、どなたかが話しかけてきたら話してもよし、話さなくてもよし、そんな雰囲気が流れているんです。おじさまグループイージーの皆様はお揃いの T シャツを着て、本当にさりげなくね、ポッと話しかけてくださったり、そしてこのイージーカフェのバーカウンターはとても素敵なんです。コーヒー豆をひくところから始まり、いっぱいいっぱい入れてくださいます。地元の神谷部の工業団地の中にあるコーヒー豆屋さんからコーヒーを買ってきてということでね、この地域でつながるという、そこも実現なさってらっしゃる、体現なさってらっしゃる場所だなというふうに思いました。クッキーも1杯100円ですよ、コーヒー、そこにもさらにですね美味しいクッキー、これもまたね地域の障害を持つ方たちが作られたクッキーが少しだけ添えられているんです。そして販売もされていました。私はね、あのチーズたっぷりのね、クラッカーかな、少し長細いね、美味しかったですよ。それとスノーボールも買い求めました。お邪魔したらですね、懐かしいお顔が、おじさんボランティア助っ人隊の皆様がいらっしゃって、あおーっとね声をかけてくださってお話ししたり、さらに地域ケアプラザの柳田さんとも出会いました。エネルギーあふれる柳田さんとはこれからもきっとつながっていきそうな、そんな感じがします。光のスタッフ二見さんとも実はもう
お仲間であるということもお聞きいたしましたよ。今日はメインコーナーで愛の空間というタイトルで光とそして神谷部チッケプラザのイージーカフェをお届けしていますが、柳田さんと二見さんがこの土台にいらっしゃるというすごいことがここで起こったなと思っているところです。今日のメインコーナー、温かい愛の空間イージーカフェ、神谷部地域ケアプラザ地域交流室で月に一度行われているイージーカフェと東戸塚地域活動ホーム光の冬フェス2016、今日はロビーと地域交流室のお話をお届けいたしました。さあ、こんちゃんの出番です。連続エッセイ月の前半、こんちゃん2人目出産と子育てを通して、そしてそのこんちゃん2人目の優雅くんが保育園年度途中ですが空きが出ましたという連絡があってですね、仕事を始められたということでね、その出勤当日の話が前回の連載でありましたが、途中で熱が出ましたと保育園から電話かかってきたという、そこまででね続きとなったわけです。それでは今日の連続エッセイ、前回の続きです。次男優雅が発熱で仕事初日をお休みになってしまい、週明けさあいざの気持ちでいっぱいでしたが、残念、月曜日になったらまた朝に熱が上がっていて出勤は無理でした。やれやれ一筋縄ではいかないものですね。こんちゃん、そしてやっとその週の金曜日に初めて出勤することができました。私は中高一貫女子校の中学校でランチ提供の改革を、食育をテーマに進めるプロジェクトのメンバーを担っています。近隣にあるビジネスホテルのレストランと一貫しており、経営が同じなためどう連動して回していくかという問題も兼ねています。なるほど。スチームコンベンクション、いいかなこれで、スチームコンベクションオーブンってご存知ですか。略してスチコン。なるほど、スチームコンベクションオーブンね、スチームオーブン、スチコンを使った料理を提供することを企画しており、進めているのです。蒸気発生装置が備わっており、焼く、蒸す、また同時に利用することで煮る、炒める、炊くなどが可能であり、多機能な加熱機器のことです。スチコン、すごそうですね。さらにそれが大きいものなんでしょうね。給食として使うわけですからね。まだまだ日本では一般的になっておらず、広く知れ渡ってはいないものですが、加熱調理した食品を急速冷凍しキープ、必要時に再加熱をし提供します。衛生管理、現状では課題になっており、その管理が容易なため給食施設など大量調理の現場で導入されているとのことなんです。そっか、衛生管理の上においてとてもこのスチコンは有効であるということなんですね。真空保存をしておくため栄養が逃げず、香りや旨味も色合いも損ないません。ビジネスホテルのメニュー連携もあるため、今回のプロジェクトでは導入が大きなメリットとなります。またその時その時に調理をしないで済むため、人件費の節約にもなります。調理に手間がかからない分、生徒への食育に関するアプローチを進める時間が設けられることにもなります。学校への完全導入は4月をめどに進めています。これから先にビジネスホテルの方へ機材を導入し、
スチコンを使った料理のレシピ考案やスチコン機能の勉強会を進めていくところです。おう、こんちゃん、すっかりビジネスウーマンということでねそうだね。だから優香くんは熱を出したけど月曜日にも行けなかったけども、金曜日には保育園に行って出勤できたということですね。今日はこんちゃんのその新しい仕事のこと、そして、この給食の世界にも新しい形のものが導入されたという、これをこんちゃんが熱い思いを込めて語った今日の連続エッセイでした。その後はどうなのでしょうか。月の前半ということですが、こんちゃん、もし電車の中などでね、時間が大丈夫だった時にはね、メールで送っていただいて途中経過もお話しいただけると嬉しいです。こんちゃんフレーフレーとエールを送ります。今日の連続エッセイのコーナーでした。それでは番組の中盤、戸塚区医師会インフォメーションのコーナーです。12月と、そして年を超えて2017年1月も、踊り場坂井田クリニック坂井田先生の関節リウマチについてお話ししていただきます。皆様からのご質問も受け付けております。皆様こんにちは。戸塚区医師会で役員をしております踊り場坂井田クリニック坂井田と申します。さて本日は関節リウマチについてお話をさせていただきます。本日の内容ですが、1、どのような病気で、2、どのように症状が出るのか、3、どこへ受診すればよいのか、4、治療はどうするのか、以上4項目についてお話しさせていただきます。まず1、関節リウマチはどのような病気かと申しますと、未だ原因は不明ですが、リウマチになりやすい体質の方に喫煙、歯周病など様々な環境因子が加わることで、体に免疫の異常が起こり関節に炎症をきたす病気です。その結果、熱感を伴った関節の腫れや関節の痛みを起こします。このうち関節の腫れがあることが重要で、適切な治療を行わないと関節が壊され、物を持つ、歩くなど日常生活動作に障害をきたす病気です。関節破壊は発症から2年以内の早期において、それ以降の時期よりも数倍進行しやすいと言われています。この他に朝の手のこわばりといって、朝起きた際指の曲げ伸ばしがうまくできず、手を動かしているうちに徐々に取れてくる症状もよく見られます。2つ目に、どのように症状が出るかと申しますと、関節の腫れや痛みが一つの関節だけではなく複数の関節に起こり、しかも数日で治まるものではなく、週単位、月単位、年単位と長く続くことが問題となります。どの関節にも起こりますが、手指では指先の第一関節よりも指の真ん中の関節や指の付け根の関節、手首の関節に起こることが重要です。このほか肘、肩、膝、足首、足指の付け根の関節も後発部位です。関節の痛みや手のこわばりは関節リウマチ以外の病気で出ることの方が実際には多いのですが、早期の関節リウマチは我々リウマチ専門医でも診断に苦慮することがあり、自己判断なさらずに受診されることをお勧めします。3つ目は、どの医療機関を受診すればよいかです。リウマチ医のほとんどが整形外科あるいは内科を検査した後にリウマチ科を検査しますので、リウマチ科を標榜している整形外科、内科のクリニックやかかりつけ医がいらっしゃる場合は、リウマチ医がいる横浜医療センターや平成横浜病院等に紹介していただくのが良いと思います。最後に治療についてお話しします。
治療は抗リウマチ薬を中心とした薬物療法ですが、患者さん個々の病態に応じて、すなわちその方の異病期間、関節リウマチの活動性、合併症の有無等を考慮して決定します。よく患者さんから関節リウマチは治るんですかと質問を受けますが、関節リウマチの原因が未だ不明なので根本治療はまだありません。しかしこの10年間で治療薬は格段に進歩し、病気の勢いを鎮静化し、関節破壊を防止することが可能になってきました。早期に適切な治療を行うことで、薬を中止しても病気が悪化せず、寛解といって治った状態に近い方が以前と異なり増えてきました。早期に適切な治療を行えば、そう簡単に関節が変形したり、歩けなくなったり、寝たきりになることはありません。我々リウマチ医は、特に比較的早期の未治療の患者さんを診療する場合、その方の予後を左右することから、責任の重さを感じつつ診療しています。皆様のご参考になれば幸いです。今日の突角医師会インフォメーションでした。12月13日、ハグザライフ命を抱きしめようお便りコーナーです。まずは、メールでいただいています。ラジオネーム戸塚のメイト31さんからです。放送を聞きましたといただいています。ラジオネームと曲紹介で不思議なことが起こりましたの意味が分かりました。リクエスト中島みゆきの時代ありがとうございます。この曲への思いはね、31さんと、そして実は中島みゆきのこの時代ライブの、一部分を取り込んだ形の、楽曲をお届けしたものですからね。それがね、なんとね、坂本九さんの声でエントリーナンバー30とね、いうふうに、言っている。30番ということでね、30、31だっていうふうに思ってね、そのことを、お届けしたわけです。シンクロニシティかなっていうふうにね、感じていただけてよかったです。戸塚のメイト31さん、この曲への思いは、戸塚区キャラバンメイトのメンバーである戸塚のメイト31さんですので、この曲への思いは、認知症の人及び認知症の人を介護する方たちには多くの困難が発生しますが、多くの山を乗り越えてあるがままを受け入れられるようになってほしい。そして認知症になっても安心して暮らせる街になってほしい。信じてドアを出て歩き出し、安住の場所を見つけたい、そんな思いなんですというふうに書いてくださいました。あゆらやよいさん、ありがとうございましたといただきました。よかった、嬉しいな。こうリクエスト曲もね、それぞれの皆様のその思いもコメントしていただくと、ご紹介させていただくことに、がとてもそこがまた嬉しいわけであります。私なりのその曲を、ご紹介するその方法もね、考えていきたいと思っているところです。さあその次は、そうですね、曲解説もしながらお届けした浜野バテヤンさんからも届いていますが、浜野バテヤンのリクエスト曲をこの後かけるので、その前に良いジャイアンさん、今日番組の最初のところで命の歌のリクエストを届けしました。東大のような弥生さんへ、嬉しいです、ありがとう。楽しみに聞いてますよ。最近買い物に行くと小さな子供を連れてくる家族に目が行きます。楽しそうなので、何か手に持っていると嬉しそう。本当だよね。スーパーも最終的なレジの前ではね、子供たちはとりあえずお会計して、一番にお会計して、それをね持たせてもらっているというね、チョコレートとかをね、あの感じですよね。私の子供たちもああいう時があったなと思い、懐かしくなりますよ。もう大きくねなったんですものね。弥生さんの子育てはいい話を教えてくださいといただいています。
来週はじゃあ私の子育て談義をちょっとだけねご紹介していこうかなと思います。双子を育てたあゆらやよいであります。さあファックス、よいじゃんやんさんのファックスはこう斜めにして読むとね、またここに何かが書いてあったりとかね、とってもね多岐にわたるんです。いいですね、いろんな視点でっていうことを教えてくれるようですよ。まずはですね、ここかな、あ、お庭の柿に鳥が集まってきて楽しそう、ギャーギャー鳴いてます。この辺の感覚が素敵、鳥が集まってうるさいではない、楽しそうっていう鳥の視点を知っているよいじゃんやんさんね。え、だからあったかいんだね。散歩している子どもたちが指さして面白いですよということでね、本当にね、もうその視点によってそれが楽しくもあり、うるさくもあり、悲しくもあり、怒りになりっていうね、本当にそんなことがあるなと、ちょっと視点を変えてみるだけでね、はって思うこと山ほどありますね。一旦目を閉じるといいかもしれません。刺激を遮断して、そしてちょっとだけ心で頭で体で考えて違う視点でってパッと目を開けると違うものが目に飛び込んでくるかもしれません。よいじゃんやんさんありがとうございます。そして浜のバタヤンからです。ファックスでいただいています。ファックス組お二人、さあ今年も残すところ師走となり、カレンダーが一枚となりました。あゆらやよい様へといただいています。本当ですね、いつもこうやって師走に浜のバタヤンはお便りを欠かさずに私にくださいますね。このカレンダーの一文懐かしい、去年もねまた違うフレーズでくださったことを記憶しています。猿が去って鳥の出番です。そうです振り返ってみますと、国では不幸な天災、人災の事件、事故が多くありました。本当でした。私たちの住む横浜は幸いにも穏やかな一年であったと思います。来年は鳥年なので、色とりどりの幸せが多く訪れると良いですね。健康で安全安心で暮らせることが何よりです。本当です。浜のバタヤンにこのようにメッセージいただくと、本当ですとまた改めて深く確認することができます。重鎮浜のバタヤン、ありがとうございます。リクエスト曲です。冬にちなんだ曲を混ぜてということでいただいています。その中のうちの1曲、12月25日にですね、札幌帰ります。昼の飛行機取れなくて、朝の飛行機も取れなくて、ちょっと夕方頃になりますがね、行ってまいります。この時期実はね、パックの航空券がとってもね、実は安いんです。その後はめちゃくちゃ高くなりますけれどもね、帰ってきますね。ということで、津軽海峡冬景色、津軽海峡を渡ります。津軽海峡と冬景色の間には中黒の点があるっていう、これを皆さんご存知だったでしょうかね。この曲を作られた阿久悠さんも、実はその頃の記憶が定かではないというふうに阿久悠自身が言っているというふうなコメントが書かれてあります。この津軽海峡冬景色、まあ、歌われる石川さゆりさんのあの素敵なほくろが、この中黒点ととても重なる、そんな感じもします。今日はギターの演奏でお届けしていきます。三木隆作曲、ギター木村義雄でお届けいたします。お便りコーナーの後は一曲リクエスト曲となります。今日の生きヒントは、急ぎ足で早口言葉。庭には庭には鶏がいる、庭には庭には鶏がいる。来年の鶏の鳥にちなみましてお届けいたしました。皆様も早口言葉やってみてくださいね。
お別れの時間がやってまいりました。どうぞ来週までお元気でお過ごしください。忙しい12月、先生も走り、私も走り、あなたも走る師走12月でありますが、お元気でお過ごしくださいね。この番組を支えてくださる4社の皆様に感謝を込めながらご紹介していきます。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック。不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ。人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画。処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業。東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ脇平安薬局。その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光。以上4社の提供でお送りしました。それでは次回は12月の20日となりますね。クリスマスまでももう間もなくという時になりますね。お元気でお過ごしください。年賀状も大変だ。お相手は北海道札幌出身、戸塚に住んで30年、相浦弥生でした。さようなら。